こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回は、円卓ガチデッキいきましょう。相良、大谷、佐伯、鳴海、雑賀、モードくん。はい。で、初期値こんな感じです。いきましょう。鳴海。はい。で、そうっすね。何から話していけばいいかな。ちょっと円卓も、ようやく、感じが分かってきたので、簡単に、まあ、どういうところを気をつけて、どういうことをしていけばいいのかなってことを話しながら進んでいければいいかなと思います。で、今はびっくりが出たんで練習パッと行ったんですけど、びっくりが出てない時は8月3週からエンタクルスが始まるので、体力は精神練習とかを踏みながら、ほぼマックスに維持してた方がいいんじゃないかなって思います。精神。おお、2人。まあ、いいでしょ。3人か。ムード。うん、いいんじゃないですか。とりゃー、とりゃー、早く来て、とりゃー。で、12月3週に、高校の固有イベントがあって、実質2週までに間に合わないと彼女できないので、まあ、そういうところは気をつけていきたいですね。はい。うん。なんで、相良行くかー、っていう感じです。なんで、相良行くかーって感じです。いや、走塁 G か、やべえな、これ。臨床ポイント取りにくいんでね、結構。完全に、鳴海が、こう、臨床ポイント出してくれるみたいなんで、鳴海頼みですね。お、雑賀かな？もうタックしてんだけど。すげえ。異次元だな。一人だけ。ここは体力減らしてでも、精神で二人評価上げときます。で、これもいきます。はい。お、相良だね。これでも、クッと出しときたいんだよね。鳴海もいるしね。で、円卓高校のキャラクターがいると、エピックを踏んだとき必ず生物というのが出ます。で、猛毒の場合は林ですね。で、本来は、ノーマルエピックですね。真ん中のやつだったりとか、あとは、おお、すごいな、この二人。もう行きそうだね。なんかもらったっけ？もらって、ムードしかないね。うん、オッケー、ナイス。で、本来であれば、まあ何でもいいんで、エピックを二つこなさないと生物は出ませんと。初級いいね。お！せっかく上げたチームメイト評価下げられる。で、これ行って、で、精神いなければ、休み。ちょっと相良そろそろ踏んでいきたいですね。ムード重ねてレベ2にしてもいいけどね。ここは筋肉と臨床で。んで、ああ、相良行きたいね。おお、強っ。これは行かざるよね。で、二つ真ん中のやつをこなしたはずなので、生物が出るはずです。レベル1なんで、そんな大したのは出ないかな。湖。で、レベル2だと、例えば剣とか馬とか、この、攻略に関してすごく大事なものが出たりしますね。これグキってもしゃあないんで、ここで二人取ろう。結構経験点は出てるな。相良早くしてー。うん。相良行きましょう。よし。評価行ったかな？で、生物。もう一個行ければ、っていう感じですね。相良一応行ったな。20%。結構リスキーっすね。おー、4人か。4人出しとくか？あ、しゃあないね。ここはグキってもしゃあない。うん、まあまあですね、点数的には。ただみんな評価ほぼいったので、これは大きいかなって思います。OK。
エピックちょっと遠いんだよね、多分ね。ちょっとっていうか、かなり遠いんだよね。これもういっちゃえ。で、僕はもう序盤からバンバン稼いでいく感じにしてます。モードは、まあまあまあ、そうか。はい。まあ、やる気マイナス2に突っ込むぐらいだったので。筋力でいいわって感じです。で、聖杯はレベル2以上だと結構な確率で、このセクション2から出るみたいですね。これ潰しとおくか。誰も集められないけど。まあいいでしょう。あとはコツ関係は、こういう感じで安コツがたくさん出るので、安コツは序盤に潰しといた方がいいです。うん、これで金属出るね。はい、2個済ましたね。お、いいね。ただ、うまく回していくためには、聖杯系の、まあ、特にアリカですね。これが早く出るか出ないかはかなり大事ですね。あ、打撃タック、すさまじいするね。これは4人集めるか。人数集めないと正直回せないのと、タックはダブル以上、もしくはコツ付きがいいですね。このデッキだとね。なるみ乾燥しそうだな。パワー上げよう。まあ、Cくらいにしとけば割と成功すると思うけど。あとはミートの食値が低いのは技術結構使いたいんで、まあ悪くはないかなって感じだと思います。でエピックも踏みたいんで、ここは守備に行きましょう。よし、ありか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 。オーケーオーケー、ほぼ完璧な内容ですね。ここで探索終了か。ありか行きますけども、精神踏まないとダメだね。うわぁ。すげぇ微妙なの踏まされたわ。うん。精神でいいかな、これも。もうそこのエピック踏みたいかな。どうしよう、災害行く。災害のコツでかいぞ。まあ人数もそこそこいるしね。いいよ。広角だほう。今良かったかな。まあいっか。もう終わったことだ。調子安定。精神来るかな。わあ、これ強。肩練習。サガラの評価がだいぶ怪しいんですよね。うん、ダメなの、これ行かないと。はい、デートしましょう。で、まあ、さすがに、聖杯のアリカも踏みましたし、大丈夫でしょう。うん、ここまではまあ、まあまあまあって感じですね。で、あと一人。うん、ここアタックしてっていいですね。筋力についてるな。精神について欲しかったっすね。お、来た。よーし、深くて。うん、これは下がら来るでしょ。あとゆえちょっと、どうだろう、一人乾燥したか。ペラッパ、食地。いらねえ。中は欲しいね、やっぱ。おー、いいっすね、戻。ささやきくれてるしね、もう。で、パワーヒー。え、まあ、いっか。これも直取りしなくていいか。広角も来てるしね。
あ、いいんじゃないですか。180。おお、いいね。いいね。めっちゃ走る、後指は。前指が怪しい。お、いいね。体力回復。絶対下だよね、もう、もはや。下以外選ぶ理由がなくなってきた、僕の中で。で、調査中後2ターン。え、これすっげー出てない、ケミン。コツ。はい。コツ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 。あっき打ち、降格。初級代打。体当たりヘッスラ。っていう感じで安いやつはバンバン落としてっていいと思います。あとは取ったやつとかね。で、コツを稼いでいきましょう。レーザービーム。大谷1個減らせたね。湖か。打撃練習アップ。湖ってことは？チャンスメーカー、切り込み隊長か。で、おう、ちょうど行きたかったわ、この辺。ちょっと敏捷もったいないことになっちゃいますけど、しゃーないっすね。おう、いいんじゃない結構。うん、これで聖杯ルートはもう、完走決定ですね。で、あとは精神。メンタル組がこういう時に回復をしてくれれば助かるけど。おお、いいっすね。2回目。これ、いけるな、前後とも。走る、走る。メンタル。オッケー。ただ、これ、生きてー。いやちょ、高望みすぎだよ、それは。それは高望みしすぎ、マジで。あ、ちょ、待って。4ターン、いいでしょう。これはいっちゃっていいでしょう。なるたけタックで潰していきたいですね。よし。うん。出ている、点数が。よし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 。この上ない。お、しかも精神についてますね。僕があんだけ口を酸っぱく、精神に来い、精神に来い言ってましたからね。おー、ちょ、気合入ってきた。気合が入ってきた。馬なんかいらなかった。馬なんかいらなかった。まあ、いるけど絶対。いいぞ。これ強いな。うん、精神ポイントもかなりうまく稼げていますね。91だ。オッケー。素晴らしいよ。はいはいはい。いいね、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 いいね。で、当然ここに行くんだけども、リベンジだっけ？はい。いいんじゃないですか？ラッキーボーイ。からの、パワヒ。パワヒ。パワヒ。とりあえずパワヒ欲しい。まあ。お。これ逆境行くか。うわあ、まあまあまあ仕方ない。攻めた結果。やめてやめてやめて。うわあ。やる気根こそぎ持ってかれた。佐伯行くか。あ、これ踏んでもいいっすね。これバーっと。練習レベルの恩恵を受けましょう。ちょっとやる気なくなっちゃってるのがやばいな。よし、これでとりあえずだね。災害。災害。これいくか。広角打法、固め打ちはどうしましょうかね。もういっちゃうか。お、また精神についてる。ありがたいね。おーい、もういらんよ。
くれないし、ちょっとそろそろ金徳積むんだけど早く行かないと。あれ僕生物もしかして足らない系？あ、全然足んないや。全然足らなかった生物。あら、これはまずいですね。そりゃ出ないよって感じですね。マジでそんなに出てなかったか。二つか。二つか。一個しかないぞ、そもそも、エピック。これ二個乗り無理だな。ちょっとせっかくうまくいってるんですけどね。うわ、ダブルタック、うまっ。誰か回復して。もう誰か回復してくれた。うまいわ。もうどう？打撃。ああ、いいっすね。これでようやく。多分2個出るでしょ、さすがに。出ないと積みますね。出たって積みじゃないこれ。もしかしたら。なんとか行きますね。経験点はすごいんだけどな。追い打ちで、生物、はい。150たー。40ポイントぐらい損した。経験点凄まじいなこれ。うん、もうこっち側マックスですね、ほぼ。すげえ、これはちょっといってるな。うん、ちょっと言ってるだけに金徳2個取りたいんですけど、なかなか厳しそうですね。うん、こりゃすげえわ。何点出てんだろOK。 うん、いいんじゃないですかね。結構点は出てるんじゃないですか。6355。あんま伸びしろないかもな、こっから。佐伯。お願い、佐伯ちゃん。阿部ひ。阿部ひ。阿部ひ、取り。いいっすね。盗塁か。取れないね。あ、生物足りないや。
上が終わるまで待ってなきゃいけなかった。待ち。守備職。守備職？ああ、相良来てないのか、まだ。モードも来てないのか。うーわ、これ完全にやったわ。お、来た。うわあ、もったいねえ、成功した。すげえ強いよ、これ多分。経験点凄まじいですしね。うわあ、これはすげえわ。なんなんこいつ。なんなんこいつ。こいつ強すぎん？ガチでめっちゃ強いな、こいつ。うん、接戦。あー、いやー、今待ってたら間に合った可能性あるな。完全やっちゃいましたね。モード。パワー引きください。うん、いいですね。コツはほぼ、阿部被害。うわー、今いけたなー、一個。雑いプレイが、プレイがちょっと雑いですね。接戦。粘り打ち。精神すごいことになってきてんな。ミクリアに当たりたい。うわぁ。もう乾燥した。あと、佐伯とモード？佐伯&モードかな？ここ回復でいいでしょ、普通に。ちょっと無駄多いっすね。うん、行ったら強いんじゃねえ普通に。よし、1回目か。ここも普通に経験点を集めていきましょう。947、やばい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 。え、やばいっていうかもう101なんじゃないの？戻、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 やーこれ。997。え、これどういうことなの？やばいな。なにこれ？すげえわ、精神。逆境行くか。で、あー、なるみ行くんだったら、まあ、回していいかな。割と点入りますしね。うん、オッケー。あとはモードか。モードがあと2回もある。これってモードってイベント起きなくなるのかな。そしたらだいぶやばいんだけど。もうチャンスメーカーいいね。再起乾燥した。強いこれ。すっげー強い。経験点爆発してるよこいつ。チャンスいいでしょ。凄まじそうですね。凄まじそうですね。気迫ヘッド欲しかったなこれ。ちょっと自分のポカでなくなっちゃいましたけど、1個固め打ちでもよかったしね、取ってたから。
うん、あとは最近にアベヒがもらえればかなりいい感じだと思います。モードクリットかなこれ。いやーもうあと2回だからほぼ詰みだね。うん、最後。うん、イベント起きなさそうですね。バシン。ちくしょう。おお、サイガ感想。金徳6か。厳しいね。経験点はバカみたいに出てるんだけどね。うん、こいつはでもちょっと強そうだな、本当に。お待たせ。ともに。ツーアウトランナー一塁という場面で、させ。投げた。打った、これは強烈。いった。入った、入った。これがハマった時の。追加点のチャンスを迎えました。ちょっと凄そうですね、本当に。ランナー一塁二塁という場面で初球から打ってった、セカンド左、結局。うん、これ別になんかうまくいってるわけじゃないですかね。すごく一塁三塁という場面、これはいい当たりだ、いったー、上段。結構安定して1万点ぐらい弾き出すな。阿部日だけつらい。うん、むずいなぁ、なかなか。でも精神使うとこなくなってきたな。今すぐ使おうってとこがないっすね、本当に。入んねえか。させ、いいバッティングを見せました。円卓同点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面でさせ。さあ次の投球、シュートはボール、カウンターツーボール。投球は3球目、投げた、ゲイ。これは強烈、入れば逆転だ、いった、入った。5回の裏、円卓攻撃に入ります。この回の先頭バッターはさせ、今日2打点を。うん、いいですね。円卓攻撃に入ります。トップバッターは佐世、今日3打点を挙げ、これはいい当たりだ、いった、よし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 、入った、入った。ご覧、円卓スカウトか、行くとこねえや。
拓先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という。うん、 SS2 くらいは硬いっすね。3乗ると思うな。入った入った。同点で迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面。させ投げた、打ちました。初球ショート右横のゴロ、アウト。これで3乗るんだって本当もったいないなって感じしますね。ああ、4いけたわってなりますね。今日2本のホームランを放っている。させ、これはいい当たりだ。いったー。しゃ、オッケー。入った入った。佐伯があと阿部ひくれるのか。技術は結構ないですね。阿部ひ無理か。筋力取っちゃいます。阿部ひ怪我。400か。まあ大丈夫っちゃ大丈夫だと思うけどね。阿部ひ。うん、でもいいんじゃないですか。とりあえず。お待たせ。ツーアウトランナー一塁という場面で、させ。あとは勝ってから考えましょう。よく見ました。うん、こいつのチェンジアップはなんか打ちやすいっすね。6回の裏、円卓攻撃に入ります。先頭バッターは佐世、今日3打点を挙げています。打った、これはいい当たりだ。うん、オッケー。レフト、円卓リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている佐世、初球を打ちました。ライトは取りました。これさあ、これ何手ぐらい出てるだろう。エクスカリバーまではいけましたけど。うん、ポイントバランスは結構良さそうな感じで終われましたね。どんぐらいだろう、1、2くらい出したいんだよな、そのうち。うん、11714はかなりですね。これでモード完走してないですからね。これはかなりいったな。怪我、20取ってるわ。20取ってんのこれ。マジで行くとこないな。これ結構ポイントバランスに救われたかもな。431か、精神。精神重すぎ問題だな。振るとこないですからね、精神マジで。そうか、こんな精神いくんだ。技術欲しい。帳尻かな。
意外性かな。うん、まだ取れそうっすもんね、これなら。まあ、こんな感じか。うわ、1。まあ、しゃあねえな。これ、どれくらいだろう。おぉ、強っ。SS4 は、なんか、楽々いけそうだな。うん。強いな、変卓マジで。変卓強いな。これでのモードいってねえもんな。1万2000見えましたね。で、これで馬まだいってないんで、これデッキ強えな。ちょっと精神が今回は宝石ついてバンバン取れたのがあったので、うーんって感じでしたけど、これ当たってそうだな。このデッキ、このデッキでちょっとガチっていこうかなという感じでございます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておりますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。